ヨーブラザー知らせゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、ショーの分析結果の方をお伝えしたいと思います。ぜひ気に入ったらチャンネル登録と高評価の方していただけると非常に嬉しいです。まずはこちら、目次なんですけども、キャラ性能解説、通常スキルとかね、現像爆発で、参考ホームページがありましたので、それを含めてお話ししたいと思います。あとはおすすめの武器、モチーフ武器持ってましたね、PV で。それと、星4の武器何がおすすめなのか。それを紹介したいと思います。あとは生物。いろいろありますけども、吸気族だったり、風生物だったり、剣闘士。そこら辺の話。あとはおすすめのパーティー。アルベドがね、最有力だと僕は思いますけども、まあ、それの、どう噛み合っていくのかとか、どうだったら噛み合わない可能性があるとか、それのお話。あとは、結構ね、合うキャラクターいました。面白いキャラクター。それの紹介もしていきたいと思うんで、ぜひぜひ、絶対ね、ためになると思いますので、最後まで見ててくれると嬉しいです。はい、キャラ性能、まずは通常攻撃の方から見ていきたいんですけども、まあ、こんな感じ、まあ、表ですね、まあ、これリリース前の情報なんで、まあ、おそらく数字は多少変わってくるとは思うんですけども、こんな感じで、まあ、通常攻撃6段、ね、まあ、シャニーと比べてると星4なんで数がそもそも少ないんですけども、まあ、威力だけ取ってみたらな、なかなか威力は高いんじゃないかなと、個人的には思いました。で、一番下の方に書いてある落下ダメージですね。これの方が、だいぶ威力に差が出てるっていうところで、やっぱ落下をかなり重要視したキャラクターなのかなっていう印象になってます。まあ、スキルですね。スキルの方は、まあ、クールタイムが、まあ、10秒と短いのと、あとはダメージですね。倍率は低くもなくて、まあ、高すぎもなく、まあ、威力はまあまあ、ぐらいですかね。で、まあ、特筆するのは、もう2回チャージされてる状態なんで、まあ、2発連続で撃ったりとかできるって感じです。モーションは画像で出てるとシャンリンの銃撃みたいな感じで、まあ、突っ込んでいくスタイルですね。で、幻想爆発なんですけども、まあ、これ利用すると、まあ、ジャンプ力が上がって、連続でジャンプ攻撃、落下攻撃ができるっていう感じです。だからリスクがあって、HP がね、毎秒 3% 減っていくっていうリスクがあります。で、クールタイムと継続時間が同じ15秒。で、コストが60と、まあ、中間ぐらいっていう印象ですね。なんか増加ダメージがあるみたいなんで、そこら辺がかなりね、肝となってくるんじゃないでしょうか。はい、固有テンプですね。これ、左のやつが元素爆発中に、まあ、3秒経てば、ダメージが 5% ずつ上がっていくと。で、マックスが 25%。で、真ん中のがスキルに影響するもので、スキルを敵に当てると、ショーの、まあ、ダメージ、スキルダメージが 10% ずつ上がっていくと。それがマックススタッツが3。で、秒数で言うと6秒間継続。6秒以内に打てば、それが継続されて、それ更新、上書きされていくって感じですね。一番右のやつが落下ダメージが軽減されるようなことが書いてあります。はい、ちょっと読めないんで、日本語にしました。で、翻訳したんですけども、これ1凸で幻想スキルがチャージ3つになります。で、2凸で、退場中リチャージが25% 上昇。3が、スキルレベルアップ。4が HP が 50% 以下になると、ディフェンスが 100% 上がります。倍になるってこと。結構面白いですね。で、5が、幻想爆発の威力、レベルが上がります。で、6突で、幻想爆発の攻撃は敵に多段ヒットする、たくさんにヒットすると、まあ、1個スキルが回復すると。なので、スキルを、落下攻撃でスキルやると、幻想回収も非常にしやすくなるんで、まあ、メインでずっと出っ放し、例えば15秒の幻想爆発が終わって、で、他のキャラクターで、例えば回復のスキル打ったり、フィールド張ったりとかして、またすぐ出て戦うことができるみたいなキャラクターになります。はい、次、おすすめ武器なんですけども、とりあえずこの火白炎という緑色の槍、もう持っちゃってるんで、ショーが。もう持ってしまってるんで、もうこれで決定ですね。はい、で、会心率上がって、さらには基礎攻撃力が高いと、味方から受けるバフも非常に高くなってる。で、攻撃を当てるだけで、まあ、攻撃力が、70まで7回アップしていくと、3.2×7 みたいな感じでどんどん上がっていく。で、0.3 秒ごとなんで、その回転も早い、すぐ溜まる。で、継続時間6秒なんですけども、それまで当てればそれが、書き換えられていくって形なんでしょうかね。で、与えるダメージがまあ 12%、70まで、溜まっていくと、与えるダメージが 12% というところで、まあ、非常に幻想爆発と落下攻撃もすべてスキル、ね、ショーの場合は幻想爆発、通常攻撃とこのスキル攻撃、これ全部をね、
余すことなく敵に当てていくキャラクターですんで、与えるダメージが限定的じゃなくて確実に上がるっていう、これが非常に優秀だと思われます。やっと来たって感じですね。はい、死闘の槍ね、かなりね優秀ですね。で、会心率がこれね、レベル90になって 36.8% と、化学源より高くなってます。なので、ステータスかなり有利。で、基礎コイル値が低いんですが、もう確定で発動する剣闘士というスキルで確実にコイル力が上がることになってます。ただ、防御力も上がる。これってすげえ重要で、防御力が高い前衛のキャラってむちゃくちゃ優秀なんです。これは後で、別のキャラと組み合わせるっていうところの、おすすめパーティーのところでかなり濃く説明したいと思いますので、よければそっちの方でも、また参考してください。で、サブ会心なんで、化学園までのつなぎに最適です。生物とかの厳選するときに、それ用で集めると思うんですが、そうなったときに、サブがね、会心ダメージ、会心率の兜の入れ替えとかで、結構ね、つなぎ、武器が変わると変えなきゃいけないんです。それが発生しません。これはね、旧貴族の槍とかでも同じなんで、そっちの方もおすすめしてます。で、美化金でも気候放射で手に入りやすいっていうところがあるんで、かなりおすすめの武器となってますね。一応、星5と星4、いろいろあります。で、破天の槍に関してはかなり攻撃力ね、もともと高いサブオプションでつきますし、シールドをもらった時のやつも上がりますんで、かなり優秀ですね。これも使い方とか味方のピックアップ次第では、かなり使える武器となっていきます。あとは旧貴族黒岩、ここら辺が使えるんじゃないかなってことですよね。皆さんのお手持ちの中で選んでもらえるといいと思います。はい、すいません、おすすめ生物結論から言うとないです。剣闘士の場合だったら通常攻撃のみになってしまいます。水力の場合は拡散ダメージ上がるんですけども、それはそれで微妙で、旧貴族なんですけども、これさっき添付の方で元素爆発を見たときに、それ、添付の元素爆発の欄でダメージが倍率が書いてなかったんで、それが上がることはなくて、基本的にはレザーとか、そこら辺、例えばタルタリアだったらスキル発動しても、実際の威力が加算されるのって通常攻撃の方だったりするじゃないですか。なので、そういうのが反映されるはずです。なので、旧貴族はおそらく乗らないです。で、剣闘士と水力、現状一番バランスいいんで、適当に剣闘士持ってて、水力ぶち込むとか、そこら辺でいいと僕は思います。で、現状裁量ないので、厳選しないで、適当に今ある裁量のもぶっ込んどいて、今はね、商用の素材とか、レベルアップ素材、レベルアップの本とか、あとは、宝石、あれ、ボス倒して手に入る宝石とか、ああいうの集めといた方がいいのかなと。したら剣闘士をねゴリゴリ厳選しといた方が僕的にはいいのかなと思いました。はい、じゃあまずおすすめキャラなんですけども、まず最有力のアルベドの説明をしたいんですけども、その前にショーの考察軽くお話しさせてください。はい、でちょっとレベルの高い考察なんで、分からない方もいると思うんですけども、拡散をかけるときに弱と中と強って3種類あって、スクロースは弱で、ジンが中なんですね。で、これは相手の元素をかき消す可能性があったりとかする数値みたいなものなんですけども、例えば元素がついてる相手、例えばバーバラの水元素、だいたい 9.5 秒12秒って2種類分けられていて、それの9.5 秒に属するのが主です。継続的に相手に付与する、例えばバーバラとかそのユカキとか元素が継続的に放たれるものは12秒じゃなくて 9.5 秒属になるんで、基本的にかき消される可能性が高いものになるんですね。で、その場合ってかき消されてしまうと、拡散でかき消されてしまうと、水付与された状態のものに対して、小で拡散をかけたときに、拡散の威力は弱と中で全く変わってきます。例えばバーバラでこう付与している、近づいたときに付与した水元素はスクロースで拡散をかけると残ります。残ってアルベドの追加攻撃岩が入ったときに結晶が落ちます。ただバーバラの水で付与したものをジンの中で
拡散の威力が中のもので拡散してしまうと消えてしまうんで、あのバーバラで水付与してるものをジンでかき消してアルベドの追加攻撃が入るんで結晶シールドが発生しません。それをちょっと検証してみます。でまずはバーバラであのやっていくんですけども、まあ、アルベドの追加攻撃、まずはスクロースの方でいきますね。あ、はい、じゃあこれで置きます。これで置きます。でバーバラつけて、でスクロースで水付与されてるものに対してスクロースで打ちます。はい、結晶が落ちましたね。拡散が入ってさらには結晶が落ちました。じゃあ次はまあ、バーバラの水がついてるものに対してジンで拡散をかけていきますね。拡散の威力中のものでかけていきます。水が付与されました。ドン。はい、シールドが落ちてませんね。でこれが何なのかって言いますと、さっき説明した現象が起きてます。9.5 秒のバーバラの水付与された状態に対して、まあ、弱でやると元素が残るので、残った元素に対してアルベドの追加攻撃が入って結晶が落ちる。ジンだと中なので結晶が落ちないっていう形になります。なので前提としてショーが相手と1対1でやってる時に結晶を出し続けたければ弱である必要があるんですよね。でちょっとオープンクローズドのリリース前のベータ版のプレイされてる人のを見た時にまあその元素が残留時間以内に当たってたショーの攻撃を見るとまあそれがおそらく弱であろうなっていうような動画が見れたんで、まあ弱であるという前提でアルベドに合うかどうかみたいな話もしていきたいと思います。はい、おすすめキャラですね。本題です。アルベドの方をねかなり詳しく説明したいんですけども、僕的おすすめはタルタリア、チョウ、ディオナ、ジン、スクロース。ただね他にもねいっぱいおすすめありすぎてなんですけども、特にね使い方がちょっと説明しないとっていうところのキャラクターだけピックアップ、全部おすすめです。はい、はい、アルベドなんですけども、以前ですね僕の方でアルベドの動画出させていただいたんですけども、それを参考にしてもらうと非常に分かりやすいかもしれないです。防御力が高いとどう結晶シールドに影響してくるのかっていうところですね。まあ前提としてさっき説明した拡散が弱なので結晶シールドが、まあ相手が単体だとしても元素付与されて落ちるっていう前提のことになる。で元素爆発で熟知がアルベド上がりますんで結晶シールドの吸収量も上がっていく。で小が4突で、まあ、防御力が上がるっていう効果ありましたよね。それと主刀の槍だったり破天の槍、あれシールドが 20% 上がりますよね。でシールドの効果が上がるっていうところで、まあショーがHP 食らいながらでも結晶シールドで結構戦線を維持できたりとかできる可能性が非常に高いというところですね。基本空中にいるんで降りた時に一瞬一発殴られるかどうか、それでノックバックもしませんとか、そういうような感じになります。でアルベド4突で花のエリア内だったら落下攻撃が 30% アップ。だからもう火力がね追加攻撃以外でも火力が上がる。でアルベドの6突結晶シールド状態だったらダメージが 17% アップするっていうものがあります。なのでもうアルベドがいるだけでもショーはねほとんどこう結晶が割れないような状態で戦う、まあ、上に離脱しますんでできるんで、むちゃくちゃ相性がいいですね。これで例えば岩キャラが例えばもう一人何でもいいんですけど、岩主人公の岩のエリア内でその回心率上げてみたりとか、例えばそうだな勝利入れて元素爆発で石化させたり、その転生シールド、流昇シールドだっけ、なんかそんなのありましたよね。転生シールドの中で相手の元素耐性が下がったりとかする可能性が今後のアップデートで出てくると、そういったものとかがいろいろ加味された状態で暴れることができるっていう感じですね。はい、なのでアルベドがかなりね一番もう最有力で強い、もうほとんどショーとアルベドのこのコンビで火力がもう爆上がりっていうのがもう確定のものになりますね。でタルタリアですね、次は。一応これ、4突なってる方がいいです。
じゃないと運用が難しいというか、あんまりシナジーを感じません。まずは武芸マスター、これは普通の固有テンプ、通常攻撃が上がりますね。なので落下攻撃のやつが上がります。章が強くなる。で、4突で弾流が、弾流状態の相手4秒ごとに弾流線というあの、チャン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 っていう攻撃が出てくるんで、それで水付与を永続的にかけます。で、弾流状態で18秒続くんですけども、その敵をあの退場状態、ショーで倒したとしても、まあ、ウォータープルームが発生して、近くの敵に弾流が付与されるんで、まあ、あのショーの火力高い設定だと思うんで、敵が複数いる場合は、まあ、それを倒せば、弾流が他のに乗り移るんで、またそれで18秒続く。なので、あの弾流を、まあ、タルタリでつけてショーでずーっと出続けができるっていう感じですね。なのでアルベドでまあ、タルタリアで元素爆発打ってアルベドで花を置いてでまあ、ショーでずっと出続けでバン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 って戦ってれば、まあ、30秒間ぐらいはもうずーっと出続けでも OK だと。でショーってまあ突っていけば敵を倒したりスキルとか連続で打てるようになるんで15秒でおそらく溜まるんですよ。元素が60ぐらい、あんな勢いで6突で例えば元素スキルをバン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 打ってたら15秒で溜まります。しかも弾流とか追加のアルベドの追加のとかで粒子がどんどん出てきます。なので30秒間アルベドの花が尽きるまで30秒間ずっと出っ放しが可能っていう感じになってきてしまってますね。で突入の効果で弾流のついた敵が死ぬと元素がタルタリアの元素溜まるんで、まあ、それで30秒ガンガン戦った後に戻ってタルタリアまた元素爆発打ってアルベド花置いてっていうようなそういうサイクルがね生まれるって感じになってますね、はい、なので弓状態で元素爆発を打って弾流状態を敵に付与するっていうだけのキャラクターで運用が可能。ただ4突しないと水元素を付与できないんでそこら辺がちょっと難しいかなっていう限定的なキャラだがめちゃめちゃおすすめ。はい、で次超運、これがむちゃくちゃ面白いんですけども2突でスキルエリア内で発動した元素スキルと爆発がクールタイム 15% 下がります。風共鳴ってやるとスキルが 20% マイナスになりますんで超のスキルが10秒だから8秒になります。なので超の固有テンプってスキル、当てまくればいいやつがあるじゃないですか。あれの継続できる確率がかなり上がるんで6突してなくてもショーのスキル回しがかなり多くなるような設定になります。なので超運使ってこういう立ち回りのやつも6突できない方であれば結構面白いんじゃないかなってことで今回提案させてもらってますね。で通常攻撃と攻撃速度も非常に上がりますしなかなかね面白いと思います。で氷キャラなんでもう一人氷キャラねもし入れたとしたらっていうような使い方もできるし元素爆発の威力自体が高いんでもう普通に火力出しのサブアタッカーとして入れながらさらには小自体もかなり伸びるっていうような隠れキャラですね。やっと超運のね時代が来たなっていうような印象です。はい、じゃあジンですね。ジンは風共鳴とまあ回復できるっていうのとまああとはもう4突効果とか、まあ、2突効果とかそこら辺がかなり言ってればもう本当もうシナジーバッチリと相性バッチリっていうような感じと。ディオナの場合はこれもねかなり良くてHP ぶりのディオナにしてしまえば回復力も高いしシールドの吸収もね防御力はあんま高くなかったとしても1万とか超えてくるような内容になってきますんでもうほぼほぼねシールドが持つと。で元素もね最初の矢を打った時に元素つきますから最初の一発はね。でシールド中は移動速度が上がるんでかなり、あとジャンプ攻撃連打でしてもスタミナ消費も下がる。あとはまあスクロース、これは元素爆発を投げて熟知アップを狙える。これは熟知型スクロースじゃないとちょっとなかなか難しいですけどかなりね有効だと思います。アルベドとスクロース組み合わせてやるとかなり面白いのと、あと敵をかき集めたりとかできるんでそのショーの範囲攻撃とかがねもうバンバン当たるような感じになってきますね。
あとはおすすめの、まあ、会員説明と組み合わせとかも一応この欄に羅列しておきました。一応参考にしていただければというところ、あとはまあ、実装ね、実際してみてどうなのかっていうところなんですけども、今日ねおすすめで紹介したキャラで、ね、もし持ってたりとかしたらぜひねお試しください。で、まあ、最初にも言いましたけど、キャラクターね、相性いいキャラクターすげえいっぱいいるんで、もうこれいないから無理とかそういうのってない、もう何にでも合う。しかも無凸でもね、いろいろ超運使ってみたり工夫すればね、かなり全然面白いキャラクターだと今回感じました。はい、じゃあ最後まで見ていただいたブラザー、どうもありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。